皆様こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。タラニーのバイクニュースの時間です。まずはですね、このチャンネルが先日登録者2000人突破することができました。これもね、皆様いつも見ていただいているということで、本当にありがとうございます。バイク解説動画プラスたまに元ブログを流したりっていうような感じで始めたこのチャンネルですけども、結構やっぱりね、本当に男一人でやってゆっくりボイスも使わずっていうような感じだとね、2000人越すっていうのも大変だなっていうのがね、この2000人達成するまでに結構感じたとこでした。これからもね、こういう風な役に立つような情報とか、バイクの最新情報を出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただきご覧ください。それでは今回の話題になりますけども、こちらですね、先日放送させてもらいましたけども、8月の23日に発表されました2023年モデルの川崎の Z900RS と、昨年ね発表されて今年の1月あっという間にもう完売してしまった Z900RS SE のニュースが流れました。そしてその内容とかをですね、先日の放送でアップしたんですけども、まあその後ですね、結構いろいろ SNS とか会見をしていてっていうような感じなんですけども、要は23年モデルが発表になって、じゃあ実際に購入することはできるのかっていう問題は出てくるんですよね。こちらのね、Z900RS SE はもう本当に特に人気が高くって、50周年アニバーサリーモデルとかとも合わせてなんかね、転売防止用の用紙に記入をちょっとしなければいけないお店もあったりとか、まあそんな感じでね、実際にね、中古市場も当時の価格がね150万ぐらいだったんですけども、今だともうグーバイク上で確か300万以上の値段がついてる車両がね出たりっていうような感じで、もう恐ろしくプレミア価格化されてしまっています。で、今回23年モデルということで9月の10日から発売になったんですけども、一応ですね、まあ、各川崎プラザさんの方で、どんな風な状況になってるかなっていうのを調べようと思って SNS 見てみたので、まあ、ちょっとそこら辺、振り返ってみましょう。まずこちらですね、2号機さん、川崎 Z900RS SE の2023年発進排出ガス規制に適合させたモデル、9月10日発売だけど、その前にずーっと待っている各プラザの予約200人くらいずっといるから、抽選も何もなくて、すでにその対応待ちで、発売前に完売でしょう。Z900RS も急がないともう完売かもっていうような書き込みになってますね。で、こちら、川崎プラザ、横浜山下店ですね。こちら8月23日に発表されました Z900RS SE ですが、8月26日13時で受付終了とさせていただきました。すでにご来店予約をいただいているお客様はお越しください。今後の入荷予定は未定となっておりますので、次回の入荷台数や時期などのお問い合わせをいただいてもお答えできかねますので、ご了承ください。そして、川崎プラザ越谷ですね。越谷店さん。こちらのは Z900RS シリーズについて、当店では通常モデルの青&黒、カフェに関しては仮予約という形を取らせていただいております。なお、納期は未定ですのでご了承ください。SE に関しましては入荷台数の関係上予約を締め切らせていただきます。申し訳ございません。この立部さんという方ですね、僕2023年の Z900RS で予約できます？お店、はい、ありがとうございます。ただいま10年待ちです。そうなんですか。は？鼻水出たわっていうような感じですけども、どうやらマジ話らしいんですよね。下の方をね見ていくとこんな感じで10年待ち、普通のトーンで言われましたっていうことなんで、どうなんですかね、本当にそこまで、はっきり言っちゃうお店さんいるのかどうかっていうような感じなんですけども、実際にね、去年の発表から今年の1月くらいの発売開始にかけてね、やっぱり各店舗で実際に入った台数って2、3台くらいみたいな感じで聞いたような記憶があったんですよね。で、先ほどのね、こちらの方みたいにもう200人くらいその前の2022年モデルのね、Z900RS SE を予約、まだね、再販したら要は待ってるっていう方とかを待ってたら、もう本当に今回の2023年モデルのね、SE の発表って言っても、やっぱそっちの方に回ってっちゃうんじゃないかなっていう気もしなくもないんですよね。川崎プラザ店さんのね、ニュース、イベントとかの方から、見ていきたいと思います。ここのページはね、全国の川崎プラザさんの各店舗のニュースがもうまとめて、この川崎プラザっていうページに上がるような感じになっているので、まあ、こちらの方を見ていくのがちょっと早いのかな。シーズンで見ていくので、まずはこちら、8月27日、大阪鶴見プラザ店ですね。Z900RS シリーズにつきまして、連日大変多くのお問い合わせをいただいている Z900RS シリーズですが、当店では Z900RS SE イエローボールモデルの受付はすでに終了とさせていただいております。
通常モデルの Z900RS 黒青と Z900RS カフェについても受付そのものは行っておりますが、予定の車両台数がかなり少ない状況となっております。当店における受付とは、商談待ちの順番リストへのお客様お名前の登録を指しており、車両の確保やご契約のことではございません。またこの受付はご来店いただいたのみの方が対象で、お電話では受けたまっておりません。あらかじめご了承くださいということになってますね。では、次のところも見ていきましょう。次、岡崎ですね。はい、川崎プラザ岡崎さんですね。 Z900RS SE 販売について、2023年モデル Z900RS SE の販売についてですが、昨年よりも多くの方にお待ちいただいており、入荷台数も非常に少ないため、当店においては予約受注を止めさせていただいております。ご了承ください。またスタンダードモデルとカフェにつきましては、今週末までの抽選エントリーを行っております。詳しくは下記をお読みいただき、期間内にご来店くださいということなので、もうこちらもやっぱり SE はすでに受付はしていない。スタンダードモデルとかはね、来店してもらってのその抽選エントリーでの販売になるっていうみたいですね。はい、次は川崎プラザ東京江戸川さんになりますね。2023年モデル Z900RS SE のご案内に関して、8月23日に発表された2023年モデルの Z900RS SE ですが、入荷の見通しが不透明のため、新規でのご購入受付予約等を停止しております。また先行き不透明の状況でございますので、入荷の台数や納期などのご質問にお答えすることが大変難しいことをあらかじめご了承ください。ご購入を検討されているお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたしますということです。実際に本当に一番最初の Z900RS SE のね、発売自体もものすごい来店の予約とかでもう全然買えないでしょうっていうような話になってたんでね、今回のも同じような感じになるかなと思うっていうのもあるんですけど、はい、続きまして川崎プラザ広島さんですね。2023年モデル Z900RS SE の受付は終了いたしました。昨日のニュースですね。2023年モデルの Z900RS SE ですが、車両購入受付をキャンセル待ち含め終了とさせていただきます。今後新たに受付が可能となった場合には、当店ホームページ等でお知らせをいたします。当該車両につきましては、現在入荷状況が大変不透明なため、入荷数、入庫時期、購入可能時期などのご質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承くださいませ、ということです。続きましては川崎プラザ相模原店ですね。Z900RS SE、Z900RS 50周年記念につきまして、すでに多くの問い合わせをいただいている件の車両についてのお知らせです。 Z900RS SE は昨年より非常に多くの問い合わせをいただいております。ご希望の方がすでに多くおりますので、現在新規受け付けは行っておりません。再開の際は当ホームページ SNS にてお知らせいたします。そして50周年の方は2023年モデルのページに掲載されてますが、こちらのモデルは2023年のモデルのご用意は今のところございませんということですね。これ結構ね、紛らしいんですけど、ここの2023年モデルのね、Z900RS のページにこの50周年アニバーサリーってね、まだ載ってるんですけど、これ川崎ケアモデルでもなくって、価格もね、2022年モデルと同じなので、なんかとりあえずもうこれはそのまま乗っけちゃってるみたいな感じですね。おそらく近いうちにはね、もう多分削除されるかなっていうような感じになるので、まあこれに関してはなんか置いてあるお店があれば購入できてラッキーみたいな感じなんですけど、多分まあ置いてあるお店とかももうないんでしょうね。はい、こちらは川崎プラザ盛岡店さんからのお知らせですね。23年モデル Z900RS 販売方法のご案内。8月23日に発表されました Z900RS SE の販売方法。販売方法は昨年と同様に抽選にてご対応いたしますが、申し込み方法は異なります。申し込み期間中にウェブにて専用の申し込みフォームへ必要事項を入力いただき、締め切り後に抽選を行いますということですね。申し込みは開始日は9月の1日からで、締め切り日が9月の8日、約1週間ぐらいで、当選の案内は9月の15日に行います。当選者のみにご連絡をするということですね。はい、じゃあまた次にも行きましょうかね。はい、続いては川崎プラザ東大阪の、お店からのお知らせですね。もう受付終了になっています。入荷の見通し不明のため、当店では車両購入受付をキャンセル待ちを含めて終了させていただきます。今後新たに受付等が可能になった場合は、当店ホームページ等でお知らせいたしますので、確認お願いいたしますということです。はい、そして、こちらはプラザ大宮店の、お知らせですね。
23日に発表になりました Z100RS SE2023 年モデルは入荷の見通しが立っていないため、車両購入の受付予約を停止させていただいております。入荷予定が決まり次第、ウェブ及び SNS にてご案内させていただきますということです。はい、そしてこちらは川崎プラザ北九州店のお知らせですね。先日の23年モデル Z100RS シリーズの発表からたくさんのご連絡ご来店誠にありがとうございます。 Z100RS につきましては2022年モデルからお待ちいただいているお客様から順番にご案内しております。当店では入荷台数、時期が不透明なことから Z100RS、RS カフェ、RS SE のご予約は一時停止させていただいておりますということですね。で、まあちょっと長くなってしまうのでここら辺はもう省こうかなと思いますけども、もう基本的にはこの八王子店さんや東京練馬、東京足立とか基本的にもうどこを見てもね、受注は停止というのが、どこの川崎プラザ店さんからもお知らせが出ているっていう状況になります。ただ基本的に Z900RS シリーズにつきましては、もうこちらは全国で展開しているこの川崎プラザネットワーク店のみでの取り扱いになる車両っていうことなので、実際にいろいろ問い合わせをもうねされている方々すごくたくさんいると思うんですけども、もうねほとんどのお店の方では受付をもう停止しているっていうこと、まあ、やっぱり前からの予約がもう全然はけていないっていうことなので、新しいね新規の受付も当然やっぱり受けられない状況っていうのは今年の年始めくらいからのあれは変わってないような感じの状況になっていると思いますね。なので、まあ2023年モデルでね、SE の発売もされるっていうような形としては、いいニュースだったんですけども、やっぱりまあ依然としてね、車両不足はもう供給よりもね、需要の方が完全に勝ってしまっているっていうのが正直な意見かなっていうところになると思います。というわけでね、先日放送したね、2023年モデルの川崎、Z900RS、RS、SE の発売開始9月10日からなんですけども、それのニュースを取り上げたと同時に、まあそのニュースにはなったんだけども、じゃあ実際に購入はできるのかっていうような感じでね、調べたら、まあほとんどほぼ全滅っていうようなね、感じでのニュースになってしまったんですけども、まあ少しでもね、ほんと早く購入をね、希望されている方へ車両が届くような形で、いろいろ案内ができるといいと思います。正直ね、川崎プラザ各店のスタッフの方々もね、まあ、いつ入荷するんだとかどれくらい入荷するんだっていうので聞かれても、私たちもわからないっていうような感じになっちゃってると思うんですよね。なんでね、ここのところはやっぱり動向がどうなるかは常に情報をね、仕入れながら見ていかなきゃなと思います。またね、こういうふうな形で、情報があったり調べて分かったことがねあったら、ちょっとこう簡単なこういう形式で取り上げていこうかなとも思っていますので、ぜひチャンネル登録して通知とか入れておいてください。それでは今回の動画はこちらにて、終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは。